銀座七重チャンネル。今日はランちゃんと原宿東宝記念館に来ました。 YouTube 撮りもしますが、ランちゃんは YouTube のライブ配信とインスタのライブ配信をこれからします。私はインスタのライブ配信だけしますので、皆さん見に来てください。東宝記念館に参りました。私お花見なかなかいつも来れないから。いや、すごいですね。あ、すごい綺麗、ね、すごい。皆さんと一緒にお花見してみたい。すごいですね。この吉野ですか？はい、定番のね、綺麗な花火ショーですよ。あ、鳩のつがいじゃない？すごいロケになってる。パワースポットですね。いや、ほんとそう。すごい、私初めて来たんですけど、ねえ、神妙姉さんがここにいるんですか。お、実はこれケータリングでご自宅で、あの桜の枝とこの石工赤いのとついてるお弁当で、ケータリングなんですけど、今日は特別に、あの実は東宝記念館のところで食べさせていただくことになりました。ああ、ありがとうございます。マスター、やだ、どうしよう、どうしよう。すごいお弁当ですね。噂通りすごい、すごい。お出汁がまた特別ですね、はい、あ、そうですよね、はい、自宅で、すごい、こういう本格的なお出汁はもう、はい、こう、なんていうの、お出汁で、うん、なかなかですよね。さあ、じゃあ、いよいよ、はい、食べましょうか。乾杯しようか。乾杯から乾杯。今日テラス席で食べさせていただいてますけど、これケータリングじゃないですか、はい、これ自宅のベランダとかで最高じゃないですか、うん、そうですね、お家でお花見してください。はい、桜の枝1本ついてるんですよね。ついてきます。枝が付き、2人だったら2本ついてください。お花見じゃない、ブランドでちゃんとこれがついてくるんですか。そうです。もう一回り小さいですけど、あのもう一回ついてくるの、赤いの、赤いのもついてくる。あ、これですね。あ、これね、これなんていうんでしょう、モーセ、モーセ、これモーセもついてくるのね。これを敷、赤いこのモーセも敷き、これがで、枝がついて、お弁当食べて、うちだったら日本酒も焼酎もウイスキーもワインも全部あるから、パパもあるよね。はい、すごーい。あいつ、このまんまのお魚とかも入ってくるんですか。すごい。いただきます。いただきます。おいしい。上品な。うん。はいですかね。うん、めでたい、めでたい。じゃーん、あ、これすごいよね。他のお手全部、全部浮かべた、はい、すごいか、すごい、なんかちゃんと布なんて、どれから食べるか、すごいこれ。皆さん、今週の土日、原宿東宝記念館に電話してケータリング見てみてはいかがですか。あ、でもこれ、ずっと食べてるから、迷いますよ。この一番大きいところは
バラルシェフ、そこにうなぎとか入れます。美味しいですよ、これ食べよう。すごい豪華、うん、うなぎプレートの高いお弁当ってないですよね、うん、初めてもこんなプレートが本当に美味しいです。今日は原宿統合記念館でケータリングのお弁当を食べる企画でございますけれども、はい、すごい美味しくてびっくりしました。ランちゃんどうでしたか？もとても美味しかったです、ね、はい、皆さんにもぜひ食べていただきたいです ね、 あの自粛ムードの中、あのご自宅のベランダなどでもお花見できると思いますのでね、原宿統合記念館からお送りいたしましたが、はい、それでは今宵もインドの夜にお待ちしております。